引っ張って4コース角市4号艇丸岡正則、2年ぶりながら初日はさすがの成績でした。そして宣言通り5コースからは6号艇土屋智則、大外は伸び上々、5号艇高田光、1番2番3番4番6番5番の並びスタートしました。5号艇高田が踏み込んだスタートを見せています。その後は1番4番そして5番がぐーっと出ていって1幕の旋回、ちょっと危ないシーンとなっています。スタートしました。5号艇高田が踏み込んだスタートを見せています。その後は1番4番そして5番がぐーっと出ていって1幕の旋回、ちょっと危ないシーンとなっています。まくり切った5号艇高田の内側からは1号艇の中谷、その後ろで1マーク付近アクシデントとなっています。バック側では1番5番が並んでいます。スタートは前提正常でした。その後ろは6番3番2番と続いて4番にアクシデントとなっています。2マークを折り返してきて先頭には1号艇の中谷となりました。なおこのレース1マーク付近でアクシデント、4番丸岡が落水のため失格となっています。レースの方は2周目、これからレスキューの外を回していく2周の1幕、先頭は1号艇の中谷隼人です。2番手で5号艇の高田光、3番手は6号艇の土屋智則、上位体系は1番5番6番です。先頭1番五輪、5番五輪、6番五輪、